MDMA。 くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。鈴木アンジュさん好きです。くるぶしです。1年6ヶ月ぐらい食らってやるわよ。はい、ということですね。よくかなと思いますけども、それで買ってたんだそれ。何時末の今日は、今日はですね、もうそろそろ行き尽くしてきたメガドンキ梅島店に昨日行ってきたんですけども、ちょっとあるものを、見つけて、おまだ一回も中も見てないし、買ってきただけなんで、面白いかもわかんないけど、何かな。チンアナゴの お兄ちゃんかな。ごめんね、それ確かに売ってたけど。じゃあ早速紹介したいなと思います。はい、王様ビュッフェだい。はい、王様ビュッフェでかい。相当楽しめそうな大きさだよねこれ。なんかやばいな、表を見る感じ、まあこの頭になんか冠的なものを乗せて、その周りにこう針金かなんかで、フォークがついてて、それに刺して食べ物を、音楽を鳴らして、鳴り終わるまでになんか全部食え的なもんだと思うんですよ。とりあえずやってみるやつやな、いつもの。そうですね、とりあえずやってみるやつ。フォークにお菓子を乗せて回転するお菓子を加えよう、カツには音楽が止まる前に食べよう。すごいなぁ。すごいよ。そのジャケットのモデルさんたちのワールドワイド感がすごいなぁ。もうどんな人種でも全世界やもん。全世界共通で楽しめるって感じ、ね、やばいね。先に言いたいんですけど、いくらだと思います？サイズ感とか内容とかから見て、まあ、2000円ぐらいするんちゃうの言うて、この高いもん買うて言うて言うと、めちゃくちゃ惜しいんですよ。お値段がなんと500円です。お仕置きよ。この大きさでこれを、ほんだドンキで500円で仕入れて、もうメルカリで1500円出したやん。間違って買うやつおるやん。いや、いるよね、全然。じゃあちょっと早速開けていきましょうか。いきましょう。はい。あ、なんかまあまあごちゃごちゃ出てきましたよ。こんな感じで。お、まずはこちら。はい。はい、なんでしょうね。じゃあ、朝原翔子が。こーっほんま、すごい。翔子、翔子やぞ。翔子。ごめんね。これ、組み立てんの大変やな、なんか。わ、意外とめんどくさい案件。3つの宝石をはめ込んだ暁には、探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。もうこれ、ごめんね、めんどくせえなこれ。今日はセブンイレブンプレミアムのですね、メープルカステラを買ってまいりました。あー、普通に食べたい。普通に食べたいですね。嘘でしょ、ドライバーいるのに電池入れんのに。まあでもね、すごいな。あれだよね、お子ちゃんが飲まないように。なんか2025年ぐらいのルンバみたいな。ついに浮き出した。じゃあ俺からいきましょうかね。それでは3つチャレンジ、レディーゴー。じゃあまだ
日本では流行っていないこの王様ビュッフェ、欲しいキャラクターを目指すジョモちゃんでやっていた。あ、どうすか、こうかな、グッとやっといたね。じゃあ、行かせていただきます。これが王様ビュッフェだ。なるほど。あれ？食えるかこんなもん。アナルに入れた。純粋に一回転じゃない。いやね、フェイクあるのね。ね。うん、あ、そっか、それでやりづらくさせてる。そう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 。なるほどね。しょうもない。これは過去最悪な。はい、ちょっと2人でやってみましたけど、どうですか、カステラめっちゃ美味しい。なんやろ、多分、うん、大人は、うん、無理。とりあえずまあ知らねえかな。はい、ということで、メガドンキ梅島店で見つけてきた王様ビュッフェ、というおもちゃで2人で遊んでみたでした。バイバイ、二度とやらないぜ。なんすかこれ。はい。